定学寺とは、奈良、平安時代に、寛大寺、国分寺に次ぐ自覚を有した、仏教寺委員。ただし、その内容については、諸説ある。定学寺の、定学が一体何を指しているのかについては、諸説があって結論が出されておらず、従ってその具体的な定義を行うのは困難である。大きく分けると、 次の語説があるが、いずれも反論が出されており、通説になるには至っていない。以上のように定義が定まっているとは言えないために、その実態把握も困難である。定学寺を事号と結びつける見解を取った場合には、天武天皇八年に、所持の事号を定めた県に期限を求めることとなり、続いて、令気二年に出された、寺院整理令の御事のりに、事家が争って、 大学を求めたとする件が見られる。定学寺という語の書出は、俗に本記に記されている、天平商法元年7月13日に寺院に、対する根電地の制限を定めた際に、定学寺、寺別百長とする記事である。以後、六国史をはじめとする書記録に、定学寺の語が現れるようになる。こうした記事からわかるのは、定学寺の多くは、元は、皇族、 貴族、豪族などが混流した支持であったものが多かったということである。特に支持に対する禁令が強化された延暦年間以後に定額時に列する寺院が急激に増加しており、国家の抑圧の対象となった支持を幹事への編入申請することで抑圧を回避を図る動きがあったと考えられている。また、指示の混流者である段落ちも定額時指定後に、 完全に寺との関係が立たれたわけではなかった。定額寺に指定されるとその内容は寺院によって違いはあるものの、基本的には定額寺のある国の国司、講師は定額寺に修理料、明かり分量を与え、修造の義務、定額像や年分土社の配置に対する便宜などが行われたが、その一方で定額寺側にも資材調作成と国司。 公私、参合、団落ちが共同で行う、兼業処分を受けることを義務付けられていた。さらに、寺内の参合人事件を掌握されるなど、定額時及び団落ちに対して厳しい統制を受けた。だが、律令制が主観すると、総二例をはじめとする、仏教統制の法制は境外化し、一方で修理量や、明かり分量規定も空分化するようになった。このため、 定学児の中には、統制だけが残った、定学児の格式を嫌って、これを返上する寺院も現れた。一方で、天皇などが建てる寺院があくまでも朝廷内では、有効法であった、指示混流禁止の規定に反しないようにあらかじめ、定学児として混流する例が見られるようになる。やがて、こうした、定学児は五眼寺の原型となった。省略元年に、 人前が立てた、延暦寺明婚院が定額寺の指定を受けたのを、最後に、歴史から姿を消すことになる。ありがとうございます。